横断歩道の手前で止まって、まずサイン。ドローン。はい、またまたやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみの横断歩道のしましま姉さんでーす。赤いマナー。あれ？赤いマナー。オッケー。よし、びっくりさせてやれー。雨、カサカサカサ、カサカサ。あ、ママくん、どうしたの？やあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のマモルワタルだよ。もう、しましまお姉さん、そんな傘の差し方したら、ぶっ飛びー。あ、パクった。そう、説明せねばなるまい。横断歩道のしましまお姉さんは、守る渡るのぶっ飛び発言攻撃を受けると、動物飛び出し注意のしくに変身するのだ。ぶっ飛びじゃなかったら、おったまぎてかもう分裂してんじゃんけ。まあぶっ飛びエンジンはほっといて、雨の日でも楽しくなるかさ、探しに行こうよねー。飛びさてさて、今回は雨の日でも楽しくなる傘を紹介するぞ。ふむふむ。女性用のおしゃれな長傘の選び方のコツ、3つのポイントからおすすめ商品を見てみるぞ。いいね。ではでは早速参りましょう。おしゃれな長傘の選び方のコツ、ポイント1、サイズで選ぶべし。基本的に傘は自分の腰から下の長さと同じくらいのものが使いやすいんだね。だいたい58センチから60センチくらいってとこかな。このサイズなら長時間の雨の中の徒歩やバッグを持ってても濡れにくくて安心。55センチもコンパクトで使い勝手良さそうだよね。リュックや大きめバッグを持ち歩いている場合はすっぽり覆ってくれる65センチから70センチのものもいいかもしれないね。ふむふむ。おしゃれな長傘の選び方のコツ、ポイント2、耐久性をチェックすべし。傘の骨が丈夫なものを選ぶといいぞ。骨が多い傘とか？そうだね、8本が一般的だけど16本とか24本なんてのもあるから要チェック。おしゃれな長傘の選び方のコツ、ポイント3、開閉式で選ぶべし。開閉体？傘のタイプにはね、開くも閉じるも手動タイプ、開く時だけワンタッチなジャンプタイプ、開くも閉じるもできる開閉式タイプがあるんだよ。片手で楽ちん。しかし機能の分だけ傘が重くなることはあしからず。それでは参りましょう。しましまお姉さんの雨の日でも楽しくなるおしゃれな長傘おすすめ10選。まずはふたぬうちリビングからのバイカラー晴雨兼用長傘。しっかりした作りの晴雨兼用おされ傘。おはかとなく和の雰囲気が漂う落ち着いたデザインが魅力なんですね。シックなネイビー、ポップなグリーンなどのカラーが選べます。続いてフロクレットからのポンジームジと猫散歩道。機能性バッチリのキュートな猫図。 UV カット率 90% 以上。さらには強風でも骨がひっくり返ったりしないグラスファイバー製の猫図が雨風からしっかり守ってくれること。間違いない。続いてマコッカからの完全遮光晴雨兼用傘。深掘りドーム型で日焼け知らずな猫図。こちらの猫図直径としては91センチ、また撥水性等級5級レベルに相当する生地を使用してるんだとか。大雨でも安心だね。続いてワールドパーティーからのユニシックス16系アンブレラ。重宝するシンプルで機能的なデザイン。晴雨兼用とは歌ってないものの 80% の UV カット率を誇っています。グラスファイバーの骨16本がしっかり雨から守ってくれるね。続いてさゆりからの花と猫柄の雨傘。色味を抑えた猫のプリントがかわいい。高級感のあるハンドルやゴールドのボタンがついたネーブなどなど、サイドのディティールにもこだわってるんだね。おされだにゃー。続いてワールドパーティーからの長傘ペーズリーパターン。程よく上品なペーズリープリント。続いてケイカからの長傘抗菌手元ハーフビニール。ショルダーバッグやバックパック派にもおすすめだぞ。シンプルとナチュラルをコンセプトにものづくりをしているケイカの長傘はちょうど目線の部分に透明ビニールを採用してるんですね。視界良好、透明ビニールできるやつ、しぐれ。
続いてアントゥルーからの傘レディース。丈夫なのに軽量、しかも柄まで可愛いと切ったマンダー。約 350g の軽量デザインを実現。プラスファイバーの骨を採用し、さらにはオリーブとさつまいもの色鮮やかな柄が気分を上げてくれちゃいます。この柄だったら置き忘れとかしなくなりそうだね。続いてサントスからの24本骨ジャノメ風和傘クリスティ。今風のおしゃれな和モダン傘といったところ。直径としては110センチと大きめのサイズになっており、丈夫で飽きないデザインなんだね。最後は Q からの A ちゃんパンブレラ。傘の深張り加減が絶妙な Q の長傘。ハンドルの形状を工夫してプッシュボタンを配置するなどなど、使いやすさにこだわったディティールが自慢なんですね。パステルカラーも気分アゲアゲ。以上、バーイ。しましまお姉さん、なんか気になる雨の日でも楽しくなる傘あった？目をつぶるとまぶたの裏に猫が。よーし、近くの美味しいチョッポ汁でも食べ行くべ。あ、やーべ、スカさんそろそろ戻らなくっちゃ。あれあれあれ、またまた美味しいチョッポ汁食べそびれちゃったよ。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか？次回のしましまお姉さんは、突然の雨でも使える便利な折りたたみ傘を選ぼうだよ。お楽しみに。それではまた、お邪魔パジャマ。